いいですね、バイキングスタートよろしく、素晴らしい姿勢でスタートを待つ赤ちゃんでいらっしゃいます。それでは参りましょう、本日の第3レース位置についてよーいスタート。さあスタートスタートよスタートします。さあ、まずは第1レース、第2レーンと第1レーン出ましたね。素晴らしい安定した歩みを見せてますよ。毎日文字誘惑の舞台でも崩れずあと50センチのところまで片付いて今ゴールです。いいですね、第2レーンの赤ちゃん、そして追いつかれた第1レーン、これは主力が出てヒートになるのか。先ほど待ちきれなかった第4レーン、やっぱりいいですね、勢いいいですね、素晴らしい、あっという間に道中まで回りました。あ、ここで誘惑のグッズを手にしてしまいました。そして第3レーンと第4レーンの赤ちゃんちょっとね、お互い顔を見合わせて、アイコンタクトを取られてありますね。さあ、第4レーンに来ましたよ。リベンジの状況で、足のケールから動いて、あ、でも、なんか、また人生が回答してしまいました。抜き直ります。さあ、ただ、この年で、ね、連絡になってます。さあ、お友達とちょっとコミュニケーションを取ろうかというね、そんな曲でも見受けられますが。さあ、そして、唯一スタートを決めていなかった第3レーンが、横にギアを入れたいとか、やってる、初めて踏んだのか、素晴らしい。そして、なぜかこの、ご部分で、こっちの家でお友達とちょっと、これからミーティングでしょうかね。どんな話を。ありがとうございます。ハイハイ競争というスポーツ競技を一切、ネットも置いていないリラックスモード、まるで自宅の今か寝室かというね、リラックスモードの赤ちゃんが大事で、控えてらっしゃいます。道中は立ち上がってしまった赤ちゃんがいらっしゃいますが、素晴らしいバランスにですね、A は失格するとなるんですけれども、素晴らしい、全然すぐに倒れることもなくね。お、よちよち歩き競争、あ、実は姉妹ベッドとしてよちよち歩き競争というのが多いですかね。ちょっと第2レーンの赤ちゃんが、表情崩れ気味なので、ちょっとご気味のね、赤ちゃんが心配して、見守ってらっしゃるんですね。素晴らしい安定したね、歩みで、あと1メートルというか、50センチのところまで集まりました。これで180のガイドを、ネットに戻るというかね。位置についてよーいスタート。さあ、第4レーン来ましたね。コーディネートも麗しい、イチャイラの全身着ぐるみで、もう実況してる時間もないのがゴールインですね。素晴らしい、50センチまで来たんですが、ここに来て何か後悔気味です。さあ、ここからは大逆転あるんでしょうかね。若干立ち上がりかけましたけれども、改めてハイハイポジションになってます。さあ、大事に来ましたね。可愛らしいウサギさんのような姿の女性の赤ちゃんが今いらっしゃいます。そして若干西側を想定される赤ちゃんが続いてゴールまであと5センチでピタッとホームボタン、あと5センチ。さあ、今ゴールインです。位置についてよーいスタート。さあ、第2レーン出ましたよ。第2レーン出ましたね。乗り出しはしたいんですが、そこでストップ。ちょっと後ろを振り返ってしまっておりますね。さあ、先ほどと打って変わって誰も出ないか。あ、第3レーン来ましたね。毎日文字に誘惑の舞台、振り切りましたよ。目的を思い出したかのように、あとは毎日文字でゴールインです。今優勝ですね。第3レーン優勝です。素晴らしいですね。先ほどのレース続いて30秒で優勝が決定してます。そして、こちらの緑のね、ズボンのお召し物の赤ちゃんもいいですね。はい、今ゴールインです。温かいゴールラインの風景ですね。ゴールにたどり着いた赤ちゃんで、リアの手で抱きしめるお母さん、非常に微笑ましい状況ですね。さあ、競技場の方にね、お転じますと、第1レーンもね、着実に誘惑のグッズも、あ、投げ捨ててね。さあ、あとはゴールまで、あ、先ほどは投げ捨てた誘惑のグッズですが、うなりくんに捕まっております。
うなぎくんが大事か、ご家族が大事かというところですが、今、早く悪いです。さあ、あっという間に3名の競技者がゴールまでたどり着いて、まだ時間半分以上残ってますね。そして4人目のゴールが今ゴールインです。さて、そんなこんなでですね、あと1名のアスリートがスタートラインで集まれていらっしゃいますね。さあ、仲良くね、優勝は決まっているのでね、この点については議論させていただきます。まだまだね、あと1分あるからね、さっき30秒でゴールにたどり着いた赤ちゃんもいらっしゃいます。あ、来ましたよ、いいですね、道中を回りました。1.5 メートル超えてまいりましたよ。さあ、ご家族が、待つゴールまであと50センチ。はい、なんかあるよ。